祭りだ、ゴーゴー、サクッと全力投球。どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。ようこそ万博公園下の広場にたくさんの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。もう横からも前からも後ろから、後ろは誰も言いませんが、はい、たくさんの声援をありがとうございます。ありがとうございます。さあ、まきちゃん、はいはい、我々とことん全力投球、火曜日に2人でいつもお届けしておりますけれども、今日は中村雄二さんとこの番組とコラボで、はい、まあ真のパーソナリティは誰かということをこれから皆さんの前で証明していくわけです。そうなんです。いいお天気に恵まれてよかったね。本当です。もう皆様のおかげです。よかった、はい、ちょっと出てきていきなりなんですけれども、これだけたくさんの方ステージの前に集まっていただいて、ざっと私の方から見ましたら今、はい、4万8000人なんで甲子園球場にも劣るとも勝らないパワーを。負けてるやん今、劣るとも勝らない。まあまさ突っ込んどいてや今の。ごめんなさい、ごめんなさい。これやからね、はい、よろしくな、はい、まあすごいね。あのこちらからちょっとお見かけしましたら、平均年齢がまた今日このステージの周り若い。平均年齢23ぐらい、すごいよ。これに40出した方が平均年齢かわからないけど、いやー本当にちょっとね、まきちゃんね、はいはい、私聞いてみたいんですけども、一度このラジオ祭りの時には遠方から来ていただいてる方多いでしょう。そうなんです。まずね、ちょっとアンケート調査させていただきます。はい、大阪府下からお越しの方、ちょっと拍手。あ、たくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。300人ぐらいやな。どんだけおよそですか。奈良県からお越しの方、あ、いてはるわ。 ありがとうございます。なんで今の兵庫県からお越しの方、あ、たくさんですね。ありがとうございます。兵庫県の方多いですね、はい、続いて京都からお越しの方、あ、たくさん来ていただいております。滋賀県からお越しの方、2人や2人、2人の方が大きく拍手を。男子ペアで、はい、ありがとうございます。あと岡山から、あ、ありがとう。たくさんありがとうございます。ありがとう、ありがとう。和歌山、あ、和歌山いつも忘れんね、うん、ね、ごめんなさいね。和歌山からお越しの方、ありがとう。さん、ありがとうございます。もういないね、カラフトから来てるとか。いら、え、どこ、徳島、ありがとう。東京もありがとうございます。東京もありがとう、ありがとう。何ですか、サクサク呼び込め、呼び込みなさいと。まだ出てきたとこやんか。ちょっとガラパ、ちょっと今大変だよね。今 ABC ラジオ聞いていただいてる皆さん、65周年記念で、私たちの30分前までは翔平さんたちが賑やかにやっておりましたけど、はいはい、私たちも負けていらし、いられません、いられません。もうこれ今もうこの状態で汗だくです。大変です。今いいお天気になってきたんでね、それで、あの、私なんか今日冬着もおしゃれに着込んできたんですけれども、もうこの下がベストで今日決まってるんです。ダウンのベスト ね着てらっしゃって、もうこれが暑くて暑くて暑いんです。でも皆さんの熱気に負けないために、私はこれを脱がないまんま進行していきたいと思いますけれども、さあ、あの、もう呼んでくださいって。ちょっと今日はね、サクサク呼び込め、はい、祭りだゴーゴーサクッと全力投球、この後1時半までお送りいたします。下の広場から生放送でお送りいたしますが、マキちゃん、ちょっと待ち、まだ4分しか経ってない。もうちょっと喋らせてくれ、ね、ダメダメダメなの。この後ね、うん、中村来られるでしょう。そしたら、うわー、はい、それではご紹介いたしましょう。毎週土曜日の7時半から放送しています、朝のおさまおじ番組、サクサク土曜日、中村ゆうじさん、そして林智美さんです。お願いします。ちょっとどいてもらってよろしいですか。どうも、こんにちは。ありがとうございます。すごい人気寄せの音。いや、サクサク土曜日、昨日呼び込んどいた我々の桜が相当来ているのでございますが、ありがとうございます。ちょっと、ありがとうございます。サクサク土曜日、中村雄二、私が、あの名アナウンサー中村雄二でございます。そしてアシスタントの林智美です。よろしくお願いします。ありがとうございます。瀬野さん、え、何、ほんまに座ってるの。ちょっと本当に座ってるの。いや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 、ちょっと待って、
ちょっと自分らな、はい、なんでこんな人気やねん、はい、な、出てきて、ね、俺ら出てきた時と全然ちゃうやん。瀬野さん、軽い嫉妬覚えてるんですけど、嫉妬嫉妬、いや、いい具合に温めてはもらったんで我々出やすかったっていうのはありましたね。そうですね、そうですか、まあ、いや、それにしてもね、大体出落ちで、そうやってね、服の話とかっていうのは卑怯ですよ、そんな、ね、服は自然にやらないと、もっと自然にやるってどういうことですか、ゆうじさん、どういうこと、こういう風にねゆうじさん、これ何がイメージとしてあるんですか。本日のテーマは、はい、モスラでございます。モスラ、ちょっと見せて見せて。もう飛んでいきそう、このまま。これモスラ言われたらモスラやな。知ってます？東方の総天然色カラー映画、はいはいはい、モスラ昭和36年。あ、もういいブランキー酒井などの主演の。もういいです。もういいです。今日時間ないんで。ゆうじさん、はい、僕はそれ全部見てる世代。え、乗るんですか、ね、ここ、モスラ、乗るんですかモスラなら。モスラ。乗っからないでもらえますか。モスラ降ってきたら止まらないなって前やんか。でしょ、うん、でしょじゃない、でしょじゃない、いや、暑いね、そう、もう散々その話もしてるんで分かって出てきてるでしょ、ゆうじさん、ねえ、ね、ちょっと皆さん見ました、番組の中で本当にこんな風に突っ込まれてるんですよ、いつもいつも、いや、ちょっと待って、私新鮮です、ね、新鮮、私も結構瀬能さんに熱い突っ込みをするというお叱りを、はい、励ましのおはがきお便りをいただいておりますが、ともみさんやるね、本当にちょっと待って、ね、ちょっと待って、林さんはいくつ、はい、私31です。きついツッコミやったな今。本当ですか？いや、今なんか俺も新鮮やった。リアクション微妙やったんですけど。いや、俺も新鮮やった。ズバズバ言ったな今。新鮮でしたね。新鮮。ありがとうございます。うん、多くてね。マキちゃんは、はい、マキちゃんはそこそこ年いってるから。せやから。これは突っ込んでてもちょっとそこに変化球があんねんけど。ねえねえ、今スパンスパン横で聞いててすごいな思って。そうですそうです。マキちゃんとはもう長い付き合いでね。そうなんです。入社ね前後のところからもう一緒に研修をした仲間だし。そうなんです。中村。ついこの間はね、私が大化の改新、蘇我のイルカになり、ありましたね、そしてこちらがね、何の役でしたっけ、なんか今で言う後見天皇なんですが、そうです、はい、今で言うたらあの滋賀県の加田知事みたいで、あ、そうです、そこに柄の悪いお悪いなんか県会議員かなんかの役で出てた、ね、地元有力議員ということ で、あれ悪かったわ、もうしっかり絡む役ですよね、二人で、まあわしの言うことを聞いてたら悪いようにはせんからな、今言うねっていう感じの役を、ね、これ今再現してくれたね今、はい、あれ俺家で見たい、見たでしょ、どうでした、もうあげそうやった失礼ですよ、もう演じそうやった、もうあれはね、私なんか悪役長いことやってきたけど、はい、あれはもうあんだけあの悪役をデフォルメされたらかなわ、いや、はい、私はね、本当に演技の素人なので、マキさんの元で、もう自分のやれることだけをやろうと思ってやってたら、次の日、相当なことをね、オンエア翌日に、瀬能さんに厳しいお叱りのコメントをいただきまして、はいはい、いや、あれ、激励の、お褒めの言葉、その直後に僕がニュースを読むということを分からずに言った瀬能さんのこの大胆さおよび全く進行表考えてないっていう、ここはね、今日のパーソナリティ対決できっと現れるであろう、そうです、今日はね、お二人がどちらがいかに真のパーソナリティかということを、はい、戦いますが、はい、そこにも、ちょっと待って、なんでなんでしょうか、僕らが盛り上がってんのに、はい、下で冷めた顔でガラパがなんてドキハキの関根さん、はい、そうなんです、今日はこのお方に来ていただかないと始まらないんです、はい、それではお呼びいたしましょう、月曜日から金曜まで朝9時からのドッキリはっきり三尾沢康史ですから、木曜日のパートナー関根朋美さんです、どうも皆さんこんにちは、木曜日からやってきました関根朋美と申します、どうぞよろしくお願いします、お願いします、お願いいたします、長いお待たせしました、すいません、バチバチが始まってるじゃないですか、暑いですよ、関根さん違う、僕らは割とスマートに行こうと思ったんですが、モスラの話するから、あー、なるほど、あれは余分やね、ただ安心してください、もうかなり喋ったんで、もうあとはもうあんまり喋らないと思います僕かなりスッとしたんで、はい、まだまだ時間ありますけど、はい、それにしても派手な服ですね、でしょ、二人ともすごい、私たちですか、はい、ちょっと私今日はですね、まあ、臨床心理士として、はいはい、あの心理カウンセラーやってますんでね、はい、お二人の行動から分析されるお二人のパーソナリティをね、ちょっと
皆さんにもねお伝えしたいと思うんですけども、まず着るものチェックです。あ、お願いします。ちょっと皆さんすいません、関根さん本物の臨床心理士なんです。はい、はい、すいません、ね、あの今だからこれはちょっともう臨床を心理しますからね。そうなんです、はい、それでこのパーソナリティまず服装からどんな心境というのがどういう性格か分かりますか。私とユージさんとちょっとハッピー脱いましょう。ちょっとハッピー脱いでもらいましょうか。ユージさん、これパンツの色もどうなんですか。紫です、ね、どうですかこれ。前出てった、前出てったもん。お願いしてないのに前出てった2人で。瀬能さん、皆さんしっかりご覧になりましたかね。まず瀬能さん、はい、瀬能さんの選びはったピンクの色なんですけども、はい、このピンクは痛いけな僕ちゃんを愛してほしいという気持ちの表れです。ほんまです、はい、でさらに面白いことにですね、はい、今日瀬能さんはこのダウンベスト、これを裏返しに間違って着てました。ともみさん言わんといてあげてください、はい、これ見てください、裏着てあるんですよ。そうなんです、リバーシブルでもないのに。これ無意識なんですけど、無意識ってね、実にね、人の本当の心理を表すんです、はい、裏返しに思わず着てしまう人は、はい、実は引っ込み思案。難しいなこの人、歯出てんのに。そうです、だから歯出てて、表に出たいけど愛されたいけど、今こそっと直してますよ。そうですか、裏返しきちんと直してはります。今陰で引っ込み思案や。ちょっと切れた、ちゃんと切れました。ちょっと切れた、いやいや、またすぐにムクムクと立ち上がられますもん。なんかちょっと、どうも皆さんこんにちは。仕切り直しですね。あなたな、ごめんなさい。じゃあ関根さん、ユージさんはどうなんですか。そして見ていられないのがユージさんです。見ていられないんだ。まあこのこちらのね、ガラパゴス系のねものはまあ置いておいて、はい、置いておく、この紫色です。え、こっち、はい、はい、これ私あの入社した時から見てます。このこれジャケットもあるんですよ皆さん、ジャケットもこの薄紫。2回目ニュースになった時に社長から直々に電話来ました。やめとけ。そのようはちょっとって言われ、はい、この紫ですね、実は欲求不満を表します。あらちょっとゆいさん結婚何年ですか。25年です。相当、はい、どの角度から欲求不満に入ってるんですか。それについてはちょっと後で相談のところ。いや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 、もうあのすいません関根さん、はい、この後ですね、はい、2人パーソナリティ対決をしていただきますので、はい、今日はですね、時間は1時30分まで、はい、マツリーダーゴーゴーサクッと全力投球、はい、こちら、中村雄二瀬能和夫対決していただきます、はい、ちょっと待って、ちょっと今の言い方ちょっと辛いわ。マキちゃん、中村雄二瀬能和夫の対決、これ逆ちゃう。瀬能さん、すいません、オープニング時間ないね。もういいじゃん、私が先でも。万博公園下の広場から生放送でお届けします。最後までごゆっくりお願いします。ABC ラジオ祭り2015、祭りだ GO!GO! サクッと全力投球、万博記念公園下の広場から公開生放送でお送りしています。番組対抗限界に挑戦、イエーイ。さあ、とことん全力投球、瀬能和夫です。サクサク土曜日、中村雄二です。毎回番組をお送りしているわけですが、パーソナリティにとって重要なことというのは、うん、チャレンジ精神です。前に出る挑戦する力というのが非常に大事になるということで、はい、瀬能さんと雄二さんにはまず第1回戦は、はい、こちらのドドーンと乗ってますモンキーバナナ、このバナナをいくつ食べられるかで競っていただきます。原始的やね、はい、それは臨床心理的に正しい方法なのかい。ただなるほど、ちょっとわからないですね。ラブアタックみたいな感じだったけれども、懐かしい番組。なおですね、これは何ですか、体力をまず競うわけですか。体力と集中力ですね。でそれからご自身にリミットセッティングをせずに限界をどう超えていくか。ちょっと待って、こんなんってギネスとかでもあるんですか。これあるんですよ、実は。番組のスタッフが試したら3本1分間に食べることができたんですね。1分間の勝負で何本食べられるかを競っていただくんですけれども、実はギネス記録で、はい、1分間で7本食べた、それがギネス記録、ギネス記録になっていますね。ちょっと待って、これでも小ぶりじゃないですか。
まあそんなに大きくないですからね。まあでも房から取るところも含めてってことでしょ。そうです、向いていただくところもあるので瀬野さんの口元やったらギリギリ1本入りますもん。やばい、勝手に入るかい。誰が入るか、奥行きがありますもんね。はい、で特別ルールといたしまして、はいはい、救済タオルシステムとして、はい、あ、これですね、女性陣は、はい、いや、いくらなんでもお二人ちょっと高齢ですのでね、一分がしんどなったら、ちょっと待ってよ、今ちょっと胸にズキュンときたよ、高齢ですって言われちゃった。いや、はい、ちょっとね、ナイスミドルということで、はい、ちょっとこう外から見ててね、危険だな、血圧上がってきたなと思うと、はい、タオルを投げていただいて、はい、そこでドクターストップというふうにね、わかりました。アシスタント、普段の我々を見てくれているがいいのね。そうなんです、そうなんです。ちょっと関根さんね、さっきから聞いてたらね、この林さんもうちの真紀ちゃんも割と僕らに対して恨みを持ってる、はい、恨みはない、ういう恨みはないですけど、別にいらないですよ ねこれ、ユージさん、確かにまだ捜査線上に誰か分かっていないから、ユージさん汗が、すいません、瀬野さん、はい、今日は大丈夫です、私がそばにいてますからね。あ、ちょっと待って、大丈夫です、はい、そんなこと言うたことないくせに、お守りいたします。大丈夫です、大丈夫です、しっかり頑張って。こういう話したらついでこっちからね、ともみちゃんの方からも言うはずなんですが、始めましょうか、そろそろ時間もありますね、はい、やばいやばい、はい、もう本当にね、個性的な2つの番組競っていただきましょう、はい、それでは1分間です、頑張れ、はい、バナナ早食い、心の準備、それからいろんな準備大丈夫でしょうか。手かけとってもええの、手かけてていいですよ、いいでしょうね、私。それでは1分間バナナ早食い競争スタート。頑張れ、ゆうじさん、瀬野さん頑張って、落ち着いていつものペース、早い早い、ほら毎朝食べて、めっちゃ早い、瀬野さん出かけて、剥き方基本で食べました、瀬野さん汚い、あ、もうすでに瀬野さんが有利ですね、2本目に入りました、ゴリラのようにパクパクと、はい、もう3本目に入りました。剥き切らないで食べてますよ、瀬野さん、ゴリラか瀬野和夫か、和夫か瀬野和夫か、ゴリラか、ままあ、瀬野さん3本目いったんですか。やはり前歯が出てる分ね、楽なのかもしれません。ゆうじさん、飲み込むことを忘れてます。飲み込んで、うわっ、いやいやいや、ちょっと食べる、今ここで40秒が経過しています。ゆうじさん、タオル出します、いいですか、いいの、いけるの、瀬野さん、行くのね、出したけど食べますね、まだ行きますね、ラスト10秒です。まあ、ゆうじさんは、瀬野さんはまだ他に食べてます、食べてます、食べてます、出したけど頑張りました。どうでしょう、もう一本いきますか、瀬野ちゃん頑張れ。さあどうなんでしょうか、これは瀬野さん6本目のバナナをむしり取ったところでやめられましたよ。ゆうじさんは3本食べきって、今4本目の半分が手の中に握られているところで、なんか握って隠そうとしているところですね見えてるよ。ただし瀬野さんの場合はお皿の中に出しちゃった部分がありますのでね。だ、すいません、すいません、これちょっとごめんなさい、審判、はい、あ、これは妨害されて、途中で何か来ましたよ、何かありましたね、何がありましたっけ。いや、もう本当に負けず嫌いぶりが出てたなって思うんですけれどもね、うん、どうしましょう、どちらに勝利という形になるんでしょうか。ゆうじさん、あ、なるほどね、皆さんのありがあるわけですね、それぞれにね。さあ、じゃあここは公平に本数でいきましょうか。本数でじゃあ、はい、ちょっとね、瀬野さん戻されたので1本マイナス、はい、それは1本マイナスということで、それでも瀬野さんが5本、ユウジさんが4本完食ということで、うん、この勝負瀬野さんの勝ちです。瀬野さんやったー、やったー、頑張った、さすがゴリラに決めるだけある、ものすごい綺麗に入ってますね。この情報は漏れていた疑いがある。この直前に昼食タイムがあって、私はずっとカツ丼弁当を食べていたんですが、はい、瀬野さんは一口も手をつけていなかった。あのね、あの疑惑はどこに行ったんだ。そうなんです、マキちゃん、バナナあるから俺やめとくわ言うてさっさとどっか行ってはりました。舞台裏を見ていた可能性がある。いや、ちらっとバナナが見えたんで、はい、これはそういうこと予想されただけです。なるほどね、心理戦ですね、はいはい、ただユージさんはその瀬野さんを見て途中で食べるのやめましたね。やめた、やめた。ちなみに、あなたはこそっとやめましたよね。ともみさん、あなたはチクるのをやめなさい。例えばタオルどこやったか。オタク応援隊じゃない。味方なんかタオル捨ててましたね、私ね。ここにありましたよ、タオル。ともみさんに空気なしですよね。はい
ということで、はい、まだまだいきます、はい、続いての勝負なんですけれども、はい、勝者の瀬能さんに2つのチャレンジを選んでいただこうと思っています、はいはい、2つ準備してるんですけれども、まず1つ目がけん玉勝負、うん、1分間に剣先に何回刺せるのかか、風船を膨らまして1分間の中で膨らましてどっちが遠くまで飛ばせるか、この2つから瀬能さんが勝者ですので勝負を選んでいただきます。あ、ご自身が得意なところで選んでいただきますよ。風船飛ばしか、いや、さあどうしましょう。じゃあすいません、僕あのけん玉は、まあ、世界大会にも出るのかなっていうぐらい初めて聞いた。いや、うますぎるから。いや、面白くないですよ。いやいや、一回これはね、あのけん玉を舐めちゃダメ。舐めちゃダメ、うん、ね、もう大変な腕前なんですよ。なるほど。いや、僕だってあれですよ、世界けん玉大会の実況に出ようかいぐらいの人間、はい、実況は仕事から出れるかもしれない、俺に集中する。上がった、ふわり、入ったすごいよね、そうだよ、いい感じ、はい。私たちはもう実技やから、はい、やっぱりあれですね、これよりもやっぱこの風船飛ばし、これはね、やっぱり甲子園球場行ってもね、大事ですね。やっぱファンの方が飛ばしてるあの姿見たらやっぱりすごいもん、羨ましい、うん、あっちで行きましょう。風船と風船、はい、勝たれたんですからね、はい、瀬能さん選んでいただきました。どうぞ、色もありますよ、はい、お好きな色でチャレンジしてみてください、ね、ほら選んだよ瀬能さん色。やっぱりね、愛してほしいという人ですね。ピンクを選びました。はい、そして黄色です。前に出る感じの色ですね、はい、やはり本当に阪神タイガースを愛しているのは黄色を選んだ私、中村雄二でございます。瀬能さん、はい、瀬能さんもあんな風に決めるいいこと言えませんか。いや、俺ね、ちょっと言うてみてください。ピンク、あんまり言われへんねんけど、まあ、ピンクがあるじゃないですか。なんてなんてピンクのタオルがあるやろ、うん、そやからこれもピンクや。選んでよかったよかった。あの、言うてくれてありがとう。ね、ありがとう。私が言わなかったところ、はい、ありがとうございました。もうほんまにな。じゃあ、行きますよ。こちらもですね、はい、かなりきつい作業になると思います、はい、膨らますまでね、はい、頑張って。あの、1分の中で膨らましきったらその時点で飛ばしていただいて構いませんので、はい、はい、ご自由にされてください。よく飛んだ方が勝ちですか。遠くへ飛んだ方が、はい、そうですね、はい、遠くへ飛ばせるかどうかっていうのもテクニックが必要になります。早膨らましじゃないから、これ口加えてる必要ないんだ。遠くへ飛んだ方が勝ちね。たっぷりだから空気入れた方が勝ち。1分しか膨らませない、有効に使うんですか。はい、はい、で、角度もあると思いますので、ね、はい、頑張ってください。瀬能さん頑張って。はい、行きます。それでは参りましょう。風船対決1分間です。スタート。頑張れゆうじさん。頑張れ。お、早い早い、ゆうじさん早いよ。遠くに飛ばしたらいい。すごいすごい。瀬能さん全然膨らんでない。瀬能さんダメだ。空気漏れた。お、いったいった。やっといった。やっと膨らみました瀬能さん。ゆうじさん吹き出した分今空気出たよ風船から。もったいないよ。ピンクの風船が大きくなったり、なんで吸ってるんですか瀬能さん。これ呼吸器じゃないから出してばっかり出して、なんなん、もう全然じゃない。またちっちゃく一からやり直しないで。30秒経過です。ゆうさん邪魔しないで。瀬能さん、はい、じゃあ気合い入れて、せーの、ブー。全然ダメですよ瀬能。あ、やっと膨らんだ。もうゆうじさんこれ簡単じゃないですか。吸わない瀬能さん、風船は吸わない、出しっぱなし。だからあと10秒ですよ、そろそろ。瀬能さん、風船膨らませられないでしょう。もうちょっと、瀬能さんも、もう一回吹いたらいいですかね。ゆうじさん、邪魔をしないで。瀬能さん、吹いて、だからどうせ息吸うの。だから、なんかもう、介護みたいになってきたんで、大丈夫でしょうか。フラフラですよ、瀬能さん。ちょ、ごめんごめん。俺肺活量ないねん。俺あの定期検診行っても肺活量動かへんねん、はい、そういうやつね、漏れんねん。これ風船空気入れるのに吸うてる人初めて見ました、ね、全然膨らみませんでしたね、はい、全く膨らんでません。この時点でもしかしてゆうじさんは不戦勝。不戦勝ですね。ただどこかにねマイナスになる可能性もありますから戻ってきちゃう。じゃあゆうじさん頑張って飛ばしてください。行きます。行け。おお、上がったな。上がった、上がって、上がって、あれあれ、あら、屋根の上に、屋根の上に、屋根の上に、なんかいいな。私の後方になってしまった。マイナスですか。でもとってもいいですよ。瀬能さんちょっとなんかほのぼのして。じゃあ瀬能さんもそれを一回、瀬野さんとりあえず遠くへ行ったらいいんですからね。これがじゃあちょっとだけ、ちょっとだけに、はい、入りました入りました。飛ばしましょう。いきます。せーの、瀬能さん頑張れ。
後ろに落ちました。はい、僕の方で屋根の上に落ちたユージさんの勝ちとなります。やったー。はい、ここで1勝1敗で五分になりました。さあ、この勝負ですけれども、はい、最後はアシスタントにも加わっていただいて、はい、共同作業ですね。共同作業で長時間番組を進める上で一番大事なのはやっぱり体力でもあると思う。これは大事ですね。で、その長い時間を、はい、十分にね、この勝負の中で体力は競っていただいたと思うんですが、はい、このコンビネーション、アシスタントさんとのあうんの呼吸の上で体力ということを調べるために、はい、歩数計対決をしていただこうと思います。歩数計、はい、どちらが歩数計持っていただくんですけれども、はい、数値が多くなるのか、男女段と30秒ずつ皆さんでバーッと走りながら、うん、じゃあ私とセノさんは2回やらなきゃいけない、30秒かける2回やらなきゃいけない、来ました。これあのストップウォッチというか腕時計みたいな、これが歩数計になってるんです。はい、だからそのバトンみたいに、はい、じゃあこれをバトンにする。今ゼロになってますね。ゼロになってます。はい、はい、で30秒経ちました。私の方がバトンタッチしてくださいという風に、はい、分かりましたのでね、はい、はい、まあ私ちょっと瀬野さんに敬意を表してね、はい、私は実況アナウンサーですから、瀬野さんの様子も実況しながら、おお、素晴らしい、ありがとうございます。プロ技、それぐらいのハンデはないとね、はい、なるほど、実況しながらということで、じゃあマイクは、はい、ちょっと、はい、これはなかなか見れるもんではないので、じゃあユージさんマイクを渡しときますね、はい、そのままお願いしますよ。瀬野さん大丈夫ですか。あの、任せて、今ね、ちょうど体温まってきたんで、バナナも消化されてね、いい感じ、いい感じかもしれませんね。前向きですね。はい、それでは参りましょうか。参考記録といたしまして、事前にスタッフがした結果130回という記録が出ています。はい、これ私らも頑張らなあかんのか。そうです、なんですよ、女性陣も頑張ってくださいね。はい、さあ、皆さん心の準備は OK でしょうか。皆さん応援をお願いいたします。お願いします。それでは始めましょう、歩数計対決スタート。さあ、始まりました。瀬野さん、あっちこっちブラ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 、手は動いていないが、口も動いていないが、それでも足元が非常に微妙な感じで右手左手歩いていきながら、中村ゆうじは一生懸命手を振りながら、なぜか瀬野さんの後をついて走り始めている。この2人の動きが、2人の年齢たちと120歳を超えるというこの状況が、一体この世の中にどんな幸せをもたらすのかさっぱりわからないが、今何秒経ったんでしょうか。ゆうじさん、もっと手を動かして、もっと手を動かして、瀬野さんも全然動いていないで、両方ない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 、交代、頑張ります、瀬野さん、はい、頑張れ、頑張れ、頑張れ。これ振ってたらいいの。女子また戦いだ。ちゃんが細かく足を動かして、それにしてもリンクさんの目が足関係ないのに、ともみちゃんはもう関係あるわ、しびれ A 状態になっております。ビリ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 、なんか、ね、一生懸命振るっております。でも130回、なかなか大きな記録だ。その記録を、スタッフ記録を破ることができるのか。なぜか、なんで私の方に迫ってくるんだ。さあ、そろそろ来ますよ。もうすぐですか。はい、交代です。まもなく交代、さあ、勝った。さあ、30秒の戦いになりました。どうしても私は瀬野さんの後を追いかけてしまう。瀬野さん、お父さん待って、お父さん待って、お父さん、お家はこっちじゃないよ。逃げるお父さん、だってお父さん、ゆうじさん、もうご飯は食べたでしょう。お父さん、ゆうじさん、でも体を振り上げながら、お父さんの後を一生懸命追いかける、無邪気な子供のように。5秒前、4、3、2、1、ストップ。わー、これドキドキする。見てない、見てないよ、見てないよ、途中経過が全くわからないのでね、はい、一体いくつになっているんでしょうか。結構引き上がりましたね、これね。ピンクの方が瀬能さんですね。ピンさん、汗拭いてください。うわ、はい、すっごい僅差です。うわ、介護したよ俺、言葉の介護し、一生懸命です。瀬野さんも、ありがとうございます。追いかけっこしましたもんね。これは作戦で明暗が出ましたね。何ユージさん、はい、243歩。お、はい、結構頑張りましたね。243。瀬野さん、はい、247歩。やったやった、実況分ですよ、実況分。ユージさん、口ばっかり動かすからそういうことになるんですよ。競技の趣旨分かってました。あ、すいません、まだやってしまいました。もうあとちょっと。お宅も大変やな。こんなん連れてやってんすよ。しっかりして。
男性陣同士で弱音を吐き合うという図も見えましたけれども、ね、この勝負非常にギリギリで競り合う中になりましたけれども、はい、お互いね負けず嫌いでありながらどこか友情のようなものというか友情支え合う虐げられた者同士のないないない虐げられた者同士いや支え合うのちょっとよだれ出てますよ支え合ってる支え合ってる愛情が感じられてすごくいい勝負だったかなと思います、はい、で結局勝負の方なんですが、はい、2勝1敗で瀬能さんチームの勝ちとなります。おめでとうございます。やった、おめでとうございます。瀬能さん、ちょっと皆さんに、はい、優勝のコメントコメントだけど別にみんなありがとう。もういつ私は行ってもいいです。ありがとう。行ってもらって困りますよ、瀬能さん。いやもう最高の勝利をかみしめていただいたなと思います。以上、番組対抗限界に挑戦でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ABC ラジオ祭り2015祭りだ55サクッと全力投球。万博記念公園下野広場から公開生放送でお送りしています。さて今日は ABC ラジオ祭り2015祭りだ55サクッと全力投球万博公園の下野広場で生放送でお届けしておりますが、さてここからは中継リポートを入れていただきましょう。はい、万博記念公園のどこかにチアーズの達夫さん、小塚舞子さんがいるはずなんですが、チアーズの達夫さん、小塚舞子さん、はいはい、達夫です。はい、小塚舞子です。いやいや、天気になってきましたよ。暑いぐらいですよね。えらい盛り上がり、えらい人、今すごい人おるな、うん、はいはい。さて私たちは今お祭り広場内にありますお口の恋人でおなじみロッテのブースに来ています。こちらではしっかり噛んで健康加速、ロッテチューイングランドとして噛むことの大切さを楽しく学べる体験型イベントを行っています。はい、まあ、どんな体験ができると言いますと、はい、こちらのブース、光合力の測定、これ光合力って噛むことですよね。はい、そうなんです。自分の噛む力、そして噛み合わせのバランスの測定をしてくれるということなんですね、うんうん、それから噛むことの大切さが学べるガムカム、クイズラリーなどですね、はい、お子様からお年寄りまで皆さんに参加していただけるイベントとなっていますよ。いやこれみんななんか楽しそうに作ってますよね。そうなんです。このイベントに参加していただきますと、ご自分の顔写真や名前がプリントされたオリジナルレッテルガムを作ることができるんです。これガムに印刷されるんですか。あの板ガムのパッケージの方ですね、紙の方に自分の顔と名前を印刷してくれますので。さすがに食べれないですもんね。そうですね、自分の顔を噛む、はい、噛むっていうことはないです。はい、わかりました。はい、でもこれあれですね、写真とか名前が できたら、はい、世界に一つだけの自分のガムできますよね。嬉しいですよね、はい。このイベントはですね、13時30分からそして15時からとこのロッテのブースで行われますので、皆さんぜひ遊びに来てください。定員が50名ということなんで少ないわ。いやもうお早めにね、ささっと来てください、はい、もうすぐですからね、13時30分。そうですね、はい、そんで光合力の話、噛む力の話しましたけど、はい、ここ近年言われてるのが柔らかい食事が多いとか噛む回数減ってるとか言われてますやんか、はい、なんでこれ噛むことが大事かって、これ先生にちょっと聞きましょうよ。はい、ここでロッテブースにいらっしゃる歯科医師の山上先生に噛むことの大切さについてお伺いしたいと思います。山上先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、噛むことってどうして大切なんですか。そうなんですよ。そもそもね、皆さん食事の時って何回ぐらい噛んでます。数えたことないです。ないですね、はい、でしょ、はい、これね、カミング30って言葉聞いたことあります。カミング、カミング、なんかどっか行くんですか、来るんですか。来るんかな、カミング。来るんじゃなくて、はい、30回噛みましょうっていう運動なんですね。あ、はいはいはい、30回。つまり噛むことの利点っていうのは、はい、噛むことで唾液がよく出てきますよね、うんうん、唾液は消化を助けます、はい、また脳を活性化します、うん、さらに満腹中枢というところの脳の一部分を刺激しますから、少しの量でも満腹感が得られると。つまりこれ食べ過ぎた、カロリー計算しないとなんて気にしないでも、よく噛むことで、噛むことによってお腹がいっぱいになるので、
達夫さん10キロ太ったからちょうどいいじゃないですか。いや僕ここ数ヶ月で10キロぐらい太ってもだね、はい、あんまり噛んでないんじゃないんですか。確かに食べる時間早くなりました。早食いせえ言われるからね。飽きませんね。でも噛むといいことばっかりですね。そうなんですよ、はい、つまり噛むことっていうのはいいことばっかりなので、うん、毎日の食事の際にはやっぱり噛む回数を意識して食事していただければと思います。これね今食事の話やったんですけども、はい、これ食事じゃなくてもいいんですか。それはそうです。あのね食べている時以外じゃあ噛むってどうやってするねってよく聞かれるんですよ、ね、確かに。これはやっぱりガムなんですね、はいはいはい、ガムは移動中でも噛むっていうことしますよね、うん、噛むことで顎の運動脳を刺激する、うん、これはいいことだらけなんですね。いやでも確かに車に乗る時とかも、はい、眠気くるじゃないですか、はいはい、あの時にガム噛んだら目覚めますもんね。そう脳を活性化して刺激してるんですよ。それが活性化なんですね。そうこれは非常にね健康にも、はいものすごく最近認知症言われますけども、はい、いろいろな防止に役立つので、うん、噛むことを忘れずにしてくださいね。僕らラジオ界では噛んだらあかんのですけどね。よく噛んでまうんです。噛まずにこれから頑張りましょうね。お願いします。でもガムは噛みましょう、はい、ということでぜひロッテのガムを噛んでくださいね。山上先生今日はありがとうございました。 ありがとうございました。以上お祭り広場内にありますお口の恋人でおなじみロッテのブースから達夫と小塚舞子がお伝えしました。ありがとうございました。祭りだ55サクッと全力投球万博記念公園の下の広場から生放送でお送りしています。よっ ABC ラジオ祭り2015祭りだ55サクッと全力投球万博記念公園下の広場から公開生放送でお送りしています。今何してるの？今どこにいるの？そうして愛してる人は誰？クジナウ！というわけでサクサク土曜日中村雄二ですの名物コーナークジナウ、ここ万博でやっちゃおうと思います。ツイッター用語の〇〇 now こちらを引用しましてリスナーの皆さんから送っていただくその言葉から一体どういった状況なのかそれを妄想してお話ししていこうという時間です。やっぱりですねパーソナリティにとって必要な要素想像力、これがないと立派なパーソナリティにはユージさんなれませんよね。うん今僕も発展途上だからね仏よやかましは。そこで今のノリツッコミやってノリツッコミって言うんですよね、はい、すね今のは打ち合わせございません、はいはい、打ち合わせはしたことございません、はい皆さんには想像力で対決していただこうということでですね、はい、ちゃんとこのコーナーリスナーの方から送っていただくメール答えも書いてありますので安心して想像を膨らませていただきたいなと思います。これ今名物コーナーなんです。名物コーナーくじなうはもうここでもうラジオ聞いてある人がもう全国でね1億人ぐらいガンすごいですね、はいまあもうすでに妄想が始まっているということなんでね。はいそうなんです。さあくじなうなんですけれども、いいですね、はい、皆さんに参加していただこうと思います。はい我々もですか。もちろんです、はい、よろしくお願いします、はい、では早速いきますよ。はい、はい岡山市南区の50歳女性の方からいただきました。ああ私もしてほしい Now。 ああ私もしてほしい Now です、ね、一体どういった状況でこれを岡山市南区の50歳の女性が送ってきたのか、うん想像して妄想してください。そらしてほしいですよ。おっとユージさんさすがですね、いやいやこれは私が線を切らないとね。そうですね、クジナウ素人のこのね、お二人にはとてもじゃないけど妄想は無理だし、あれでしょナウって、いわゆるそのあれでしょ今私はここにいますよのナウ、ね、携帯ね、はいはい、なのでヤングなコーナーやねでしょすごいわ結構フレッシュでしょもう私なんかそんな全然世界が違うからでしょ素晴らしい。いやこれでもね考え出す、何でしたっけテーマ。いやゆうさんあん私もしてほしいなうです。ああ私もしてほしい早く答えてほしい。おえ早く答えてほしい。ちょっとゆうじさんだって思いついたんでしょ。くじなお素人って他の皆さんのことをおっしゃるぐらいですから、そこはもうくじなおの達人として口火を切っていただかないと。あんたわからんか、こうやりながらつなぎながら考えてるっていうことを。
なって今日は皆さんの中でね、皆さんに見られてますんで、はい、とっととお答えください、はい、とっとと厳しいな。喫茶店とか行ってね、2人で仲良く座って、お前から食べろよ。うん、あんたからいいよ、お前が好きなところから先食べろよって。やった、私が先に食べるなんて恥ずかしい。じゃあ一緒に、まずお前があーんしてくれるか。あーんっていうのを横で見てる僕の方があーんってなる。してほしい、してほしい。なるほど、喫茶店で送ってきはったわけですね、この方は。まあ、あの例題にもならないですけどね。なんちゅうタイトル、はい次、はい次、なんちゅう今のよ。ああ、私もしてほしいな。それも忘れちゃったんですか、瀬戸さん。もう最近まだらボケやねん。スタートラインにつけてないから。多分ね、ゆうじさんの妄想が長すぎたんですね。失礼しました、瀬戸さん。はい、いえいえ、とんでもない。どうしましょう、あの吉井さん、はい、何か。あ、まだこのネタで、このネタで、まだこのネタで、このネタをどん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 、いやいや、私はこう思うと。それをちょうど広げてもらうんです、はいはい、じゃあ私、あ、瀬野さんじゃお願いします。もう一回言うてくれますか。私もしてほしい。女性ですからね、この女性、はい、妙齢ですよ、50歳の、はい、50歳の妙齢の女性がしてほしいこと、瀬野さん何なんですか。ちょっとあなた、ダメって、ダメだって、もう早く帰りなさいよ、もうあなたから。いいんだよ、お前から先に入るって。何言ってる、ダメ、もうあなたから。放送でまとめやる。俺はよく、瀬野さん、なんで、ね、どんなシチュエーションですか、それは。いや、今これトイレ入るの。トイレかよ。そうそう、トイレ、まあ、今いっぱいやね。それから、あなたから先どうぞ。50歳の方すごい分かりやすかった、素晴らしい。なるほどね、素晴らしいですね。男女入り乱れてる、ね、ただ私もしてほしいの意味がちょっとわからなくなっちゃいますけどね。トイレしてほしいってことですか。いや、瀬野さん、次行きましょうか。はい、次どんどん答えてください。女性陣も頑張ってくださいよ。じゃあ私行きます。はい、じゃあ先生お願いします。いや、あかん、そこはあかん。あー、でもいいわ、あかんわ、そこは。何、やめて。いや、もうちょっとやって。あかん、そんな。これもうちょっと聞いてないけど、あかん、私もして、マッサージ。あー、なるほどね。リアルやな。横の人はそう答えながらメールを打ってきたということですか。そう、ええないよね。私もいいですか。お願いします、キネさん。うわー、ええの、ほんまに任せるわ、すべて。え、私のためにありがとう、布団干してくれて。布団かい。家事してもらって。なるほど、してほしい、布団干しといてほしい。家事手伝ってくださるの助かりますよね、ただそんなことじゃございませんね、ゆうじさん。あ、はいはい。あ、最後はゆうじさんの時、ゆうじさんね、もう時間いっぱいあったもんね。お前のこと思ったらそれだけで済ますわけにはいかんやろ、掛け布団も。ごめん、してくれ。ありがとう、俺の分もしてほしい。ほんまに関根さんに後でお礼言うといてくださいね。もうありがとうございますと。乗りツッコミでございました。正解は、私もしてほしいな、今日おばあちゃんを連れて指の治療で病院に行きました。若いイケメンの先生に靴下を脱がせてもらったり、履かせてもらったり、私もしてほしい。なるほどな。女性の看護師さんは、もう先生優しいんやからと言っていましたと。靴下が正解でございましたね。これはちょっとごめんなさい、もう僕の性生活の中ではないことだから。いや、全然性生活違うでしょ。性生活じゃないでしょ。違うでしょ。なので皆さん、頭しっかり働かせて、想像力これで鍛えられたということで、よろしいでございますか。はい、ありがとうございます。以上、くじなふのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ABC ラジオ祭り2015祭りだ55、サクッと全力投球。万博記念公園下の広場から公開生放送でお送りしています。ここで竹富製麺からのお知らせです。越前そばの里は福井県越前市にあります
創業90年の老舗で、地元の方はもちろん県外からも多くの観光客が訪れる人気店です。全国でも珍しい蕎麦の栽培から製粉、製麺、さらにつゆ作りまでを一貫して自社で行っています。おろし蕎麦が食べられるお食事処越前屋や、蕎麦打ち、パスタ打ち、水羊羹作りが体験できる体験夢工房、そして工場見学もできる越前蕎麦の里へは、北陸自動車道武生インターから東へ2分です。今年のお歳暮、年越し用に武生製麺の越前蕎麦はいかがですか。のどこしの良い越前蕎麦うまみや、お蕎麦、水羊羹、カレーの一夜干しがセットになった丸ごと袋が人気です。ホームページでは越前そばの里の施設紹介やお取り寄せもできますので、越前そばの里で検索してください。本日会場入り口でお配りしたチラシでも年越しそばのお取り寄せができますので、ぜひお申し込みくださいませ。ABC ラジオ祭り2015祭りだ55、サクッと全力投球。万博記念公園下野広場から公開生放送でお送りしています。 DJ カズオの全力リクエスト。やっほー、やっ、来たね。さてとことん全力投球からは、人気コーナーの全力リクエストを持ってまいりました。はいはい。さて、ゆうじさん、はい、瀬能さん、はい、パーソナリティにとって必要な要素とは、うん、尺調整ではないでしょうか。タイムキープね。はい、タイムキープです、はいはいはい、あのこの短い時間に言葉ともう時間がパチッとあったら、もう本当パーソナリティ冥利につきますよね。もちろんね、腕の見せ所です。そう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 、はい、そこで今日は、はい、イントレ埋めの対決をしていただきます。イントロ、イントロ、イントロ対決。あ、イントロに合わせて紹介をなんかするという、そういうことで、はいはい、曲紹介をしていただきます、はいはい、もちろんお二人でしたら10秒、20秒は体内時計でバッチリ入ってると思いますのでお願いいたします、うん、まあね何ですかその笑いは。今ので3秒です。今の3秒、はい、おおすごい。やはり生放送していてかっこよくイントロの曲紹介ができればもう本当に気持ちがいいです。瀬能さんとゆうじさんにはイントロの曲紹介対決、こちらで参りましょう。はい、頑張ってゆうじさん。それでは行きましょう。まず先行は瀬能さんからなんですが、はい、準備がありますか。瀬能さんに準備があるんですね。ちょっと DJ 和夫さん呼んでいきます。 DJ 和夫さんを呼ばなければいけません。こんなところで時間を取るとは思っていませんでした。僕持って一回舞台袖降りて時間かかるね。ただね、ゆうじさん体内時計持ってないんですよ。どうしたらいいですか。持ってないんですか。なんでですか。私に何かエピソードでもありますか。いや、もうそんな話だらけなんですけれども。どういうことですか。いつも曲、この間に曲に乗って紹介するとか、はい、みんな乗ってんかい。わぁ、OK、派手。シゲのベビー、 OK、 オーライ。それでは DJ カズオさん、もういいですか。はい、では参りましょう。先行は瀬能さん、曲は西城秀樹さんのヤングマンです。おー、いやみんな元気かい。 OK OK、 はい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 、それではお届けしましょう、西城秀樹ヤングマン。ゲーラン、これで終わり、これで終わり、これで終わり、これむちゃかっちょ悪。すみません、すごい気持ちよさそうに乗ってたのは DJ カズオだけだったような気がしますが、なんかこう、ね、というこんな感じです。皆さん覚えておいてください、はい、今のがあの DJ カズオの出来ですね。おっと、目がキラリと光りました。ゆうじさん、それでは実況中継ではもうこの方の右に出るものはいらっしゃらないでしょう、まあ、左からぐんぐん抜いていきますよ、ね、開いてますからここ、はい、では参りましょうか。高校中村ゆうじさん、曲は西城秀樹さん、ヤングマンです。ヤングマン、さあ立ち上がれよヤングマンという曲を、私よりちょびっとだけ上手に歌える西城秀樹さん、ヤングマン。イエーイ、どうでしょうか。いやいや、斬新ですね。ちょっとユージ、ユージ、何ですか。オーケー、
あ、オッケーって言ってくれはった。オッケーいただきましたね。ビキニ賞を受けた。世の中甘い人もいるもんですDJ 和夫さん、はい、あの今の曲はね、はい、もう皆さんもご存知で、私たちでもノリノリですから、うん、ちょっとやりやすかったかもしれません。では次の曲はですね、まだですか、時間がないのでカット。まあ残念です。あの一応ね、ちょっと待てよ、おい、演歌の曲をね、八代亜紀さんのね、ダンダでも紹介していただこうと思ったんですが、二人ノリノリだったので、それではこなっちゃった。適当にやってってプロデューサーが、じゃあお二人でどうぞ。あらみんな、もう始まってますよ。今日はユージとオイラで八代亜紀のこの名曲をお届けしよう。ユージ寂れたOkay. 飲み屋の片隅で男と女の語り声、八代亜紀の歌です。やっと2人で1曲が何曲かいけたようでございます。皆様いかがでしたでしょうか。以上、前半に邪魔が入らなければもう少し良かったと。ちょっと待って、ちょっとこれ俺何のためにこれつけてみてるの。桂ね、かぶってきてくれはりましたけれども、大変だよもう、ね、時間の方がそろそろ、この番組自体の時間がそろそろやってまいりました。こんなことする場合じゃない。そうなんです。それでは最後に関根さん、はい、このお二人、まあ、心理臨床士、え、臨床心理士だ、はい、からそのことも含めてどうぞお願いいたします。いや、もう見ていられませんでした。なんで、いや、あのお二人とも前に出ながら後ろに引っ込むという二面性を非常にある方だなと思いつつ、柔らかい感性もあって、皆さん、これはね、皆さんが支えてあげなければならない二人です。いやー、